翔平 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。まあ、チャンネルサブチャンのチャンネル登録、サブチャンもちろんですけど、でそちらのサブチャンが1000人を超えたらこちらのグローブをプレゼントという風にさせていただこうかなと思います。はい、でこちらのグローブもね、コメントして、サブチャンの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でねコメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブもチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日はね外に来てるんですけれども、こちらのグローブ意外とちょっと外の土のグラウンドで撮ったことなかったんで、ちょっとこれ使っていこうかなと思います。まあね、ずっと怪我しちゃってて、あとは室内ばっかりだったので、まあそういったところで外のグラウンドどういう風に対応できるかなみたいな感じのと、まあ単純に僕の守備練習をしていこうかなと思います。で、そんな中ね、こちらちょっとヒロトが大江さんから借りたものなんですけども、フィールドフォースのグラブウェイトっていうものを、ちょっと今日、まあ、装着したやつと装着してないので、つけてやっていこうかなと思います。なんかね、ここにつけて、背面側につけてグローブが勝手に重りで下がるような、感じになるので、まあ、僕ちょっと手首をくるんという癖があるの でその分やっぱワンテンポ遅れちゃう、っていうのがあるので、まあ、これで最初から下重りで落としておいて、まあ、それ癖づけていければなと思います。でまあこれ、まあ、キャッチボールとかでも使ってきて、もう柔らかいですね。大丈夫です。もうでコンパクトめですね、やっぱなので、まあもう柔らかさも十分なので、今日ね土のグラウンドでちょっとまあぬかるんでたりとかっていうのもあるので、まあそういったところをね使って汚れたら渋くなるのかなみたいなところもちょっと、見ていければなと思います。はい、じゃあこちら使ってやっていきます。お願いします。はい、じゃあグラウンドでのこちらのトレンチのグローブ8使用プラス、まあ重りをつけてねちょっと守備力改善などやっていきます。お願いします。あ、やばいあれ引いちゃダメだね、引いちゃコテコテ。ただねグローブ勝手に下がります、やっぱ。おおです。バウンド上で取った方がいい時は重くて難しいからね。です。そう、こういうの、そう、こういうのです。怖い怖い。よし入った入った。あー、いい。おおお、よく合わせた。やばいね、これめっちゃ左腕疲れてはい、回します。回します。おーい、浮いちゃった。いや、これいいわ、めっちゃおすすめですこれ。だから僕みたいにくるんとしちゃう人とかは、くるんってなった瞬間行き過ぎちゃうから、やっぱそれなんないためにも最初から下になるっていうのは癖づく練習になるから思います。はー、じゃあす。ふう、おじゃーす。なあ、はいわ、おじゃーす。はいわ、おじゃーす。やばーい。いや、バレてるバレてる。20、もう中で27歳、頑張ります。おじゃーす。あれでも意外と初エラー。私は多分左腕パンパンですよこれで。あれはおじゃんす。おお、惜しい。でも重いですからね、そこ上がりにくいっすね。関係ねえよ。関係ねえよ。あれはおじゃんす。オッケー。あれはおじゃんす。よいしょ。じゃあちょっとね取って解放した時にどうなるか。やっていこうと思います。いや、ありがとうございます。おい。おい。あら、ありがとうございます。おい。なんですげえバンド変わんな。ありがとうございます。あい。ありがとうございます。あやー、これがむずいんだよ。もう一歩前に行くか行かないかな。はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。あー、今くるっとしたね。あー、今くるっとしたね。自分でも分かったよ。はい、お願いします。あー、ダメ。衝突。大丈夫です。わー、いい街。大丈夫です。わー、いい。わー、いい。いやー、いいね。これちゃんと汚れてきてるんで、ちゃんと下からの意識はあるのかなと。まだ来るとしちゃうんでね。あと数球頑張っていこうと思います。はい、お願いします。オーケー。はい、お願いします。あいあいよいしょー。はい、お願いします。ラストさ。はい、じゃあごめん、ラストさ。はい、行こう。はい、お願いします。オーケー。さあ、ラストだー。さあ、ラスト決めて。はい、ごめんバレてる、バレてる、バレてるよ。さあ、頑張って。何か、はいかって何。はい、ごー。おー、いい勝負。むっちゃさあ、終われないよ。なんでだけ早くなってんだよ。はいか。オーケー。オーケー。お疲れ様でした。はい、ね、こちらね使ってきましたけど、ちょっと僕自身が、映像を見てないのでどうかなっていうのは、ちょっと映像を見て編集してる時に自分でがっくりするか、あるいはおまだ少しは良くなったかっていうのは分かるかもしれないんですけども、意識としてはやっぱ下がります。重いんで、その分その後のノックやっぱ何回か自分でもやっちゃったとか上持ち上げちゃったっていうのはあったんですけれども、でもそれに関して言うならば前よりかは意識的にはこの重りの、残像が残ってるんで、そこに関しては僕の意識内ではマシかなと、前よりかはマシになったかなと、思っています。なのでね、ちょっとすいません、僕これ今お借りしてやってるものなので、ちょっと値段はちょっと今口頭では言えないですけど、値段はテロップで、入れておくので、ぜひぜひね、気になった方は、フィールドフォースなのでベイちゃんさんとかで、ベースボールタウンさんとかで、購入とかも全然できるものなので、皆さんこのね新入生入学した時に、内野挑戦したいよとか、いう方がいればすごいおすすめだなと思います。で、草野球でもね、もちろん、練習の時とか結構おすすめなのかなと、思います。あとはね、自主練で壁当てとかできる環境がある人は使うとすごいいいかなと。コンクリとかの場所だったら、もちろん膝とか足とかを気をつけなきゃいけないんですけれども、その補給の取るイメージっていう感じでは、つけてねこういう風にやるのは、すごいありかなと思います。もちろんね、ゴロ転がしてお互いにぶつけて補給の体制の、練習するっていうのももちろんいいですので、高校生に限らず、小学生、中学生、社会人、草野球、全部すごいこれ使えると思うので、皆さん、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあれでしょう。はいよ、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではあれでしょう。翔平 TV2022 年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。